では天気予報に続き、この先の道路の危険予報です。ん？危険予報？なんだそれ。運転しているあなた、横断歩道付近では特にご注意ください。車の陰に歩行者がいるかもしれません。ほらほら、危険が迫ってますよ。すぐ目の前に。ちょっと待った。何を？うわっ、そこ！だから言ったでしょ、歩行者がいますよって。一瞬にして天国から地獄へ、それが交通事故。ご存知ですか、お二人さん。今交通死亡事故でとても多いのが、横断中の歩行者に車が衝突する事故なんです。見えていなくてもそこに歩行者がいるかもしれないと予測できるかどうか、それが運命の分かれ道です。まず対向車の影、ここに歩行者を予測したまでは良かったんですが、右からの歩行者にも注意が必要でした。そうだった。歩行者がいるけど、あれ、なんだろう。うわっ！駆け込んでくる歩行者、予測できなかったようですね。でもこれ歩行者の信号無視じゃないんですか？確かにそうですが。あ、歩行者がいますね。フラッと出てくるんじゃ。違うか。なんだろう、歩道にも人いないけど。うわっ！こんなことがあるかもしれません。あるいはこんなことも。予測できますか？運転する方が気をつけないと事故は防げないってことか。だね、気をつけよ。おっと、危ない。え、どこ？ほら、子供の影が。そう、ちょっとした手がかりを見逃さないことが危険予測の大切なポイントなんです。とか言ってこの車の影。そう、お見事です。くれぐれもお忘れなく、見えないところに歩行者がいます。安全運転よろしくお願いしますよ。はい、はい。